それぞれグループの副キャプテンを務めるとともに、TBS 系朝の情報番組、ザ・タイム、毎週月曜から金曜朝5時20分から8時、で曜日レギュラーを担当するなど共通点の多い2人がトークを展開。曲振りでは、梅沢が大好きな曲、年、欅坂46の、誰がその鐘を鳴らすのか、を流す場面が、曲が終わると梅沢は、いい曲、本当にいい曲、とつぶやき、松田も、ありがとうございます、と感謝を述べた。松田は、久しぶりにちゃんと聞いたんですけど、と前置きし、同楽曲が欅坂46としてリリースしたラストシングルであることを説明、ちょうど改名の時期とかだったので、その時の気持ちとか情景とかが浮かんできて、はぁ、ってなりますね。欅坂46から大阪46へグループ名を改名したことを振り返りしみじみ。すると、私もさ、何の曲にしようか迷って、欅坂さんの時の曲も好きだし、大阪さんになられてからの曲も好きな曲ばっかで、と愛を見せた梅沢。また、ラストライブを配信でやられてて、私それを家で締めさせてもらってて、本当に涙なしでは見られなくて、もう感情がすごく伝わってきて、と欅坂46としての最後のライブ、欅坂46ザラストライブを鑑賞しながら号泣していたと告白した。続けて、メッセージ性の強い楽曲が多いじゃない。だからライブとかでも切り替えが大事で難しいのかなって思った、と欅坂46時代から大阪46の楽曲について尋ねると、松田は、私は個人的にどんな曲でもすぐ切り替えられるので、と笑い混じりに話しつつ、欅坂の時は特にそういう楽曲が多かったので、でもすごい曲に入り込んで伝えるのが上手なメンバーとかは、強いからこそ入り込んだ気持ちになっている人も多かったイメージ、と語っていた。